ツイッターはここが変わるだけです。ここがフォローになるだけなんで変わらないです。ここがフォローになるだけです。これもほとんど絡むも同じなんで、フェイスブック、ツイッター写真撮影とか撮影のとこでいいんじゃないですか。僕もじゃあ投稿します。はい、でフェイツイッターもこれなんかツイッターとフェイスブックは別々で投稿する感じになるんですか。そうですね、まあコピペなんでそんなに手間ではない。これでコピーして、はい、連動ってやると、はい、結構なんか片手間感出ちゃうんで、あんま良くないですよね。ブログ更新しましたとか、なんかアメブロとかも全部一個一個やって、そうそうそう、やってた方がいいです。ブログ更新しましたみたいなね、あれはあんまりなんかリアル感がないっていうか、なんか自動って感じじゃないですか。確かに自動でやられてるやつみんなあんまクリックしないんで、なるほど、やっぱ手動感があった方がいいです。ツイッターも同じです。つぶやくって押して今の文章を入れて、で、写真で入りきれない場合は簡潔に適当に削ってください。まあ、一番最後の部分はあんまり入れない、まあ、真ん中を抜くっていうイメージですかね。大体多分真ん中抜けば大体削れると思います。今日は、例えば今日は春日参加してきました、何々を学びました、良かったですぐらいに。写真は1枚より2枚の方がいいですか。はい、ツイッターも同じですね。フェイスブックと確か4枚ツイッター4枚かな。ツイッター決まってるんですよ、限度が。一気にできる限度決まってるんで、確かね、3か4だと思います。ツイッターは4です、ね、今消えました、ね、今、うん、4以上できないんで、ツイッターは1個の投稿で。じゃあ初ツイートしてみます、ね、はい、初ツイート記念するキャスツイートですね。はいですね。あ、そっか、このマイナス88って書いてるのが多いってことですね。そうです、そうです。あ、やばい、よいしょ。ツイッターは今日は何々にしてきました、こんなことになりました、こうしたいですみたいなぐらい入れてます。Facebook と Twitter の連動とかって多分家帰って設定とかしたら、あ、別が別々に別々にやらないためです、ね、やった方がいいと思います。別々ですね。了解です。はい、10分ですか、行かないと。そうですね、10分前ぐらいちょっと。はい、じゃあ、じゃあ続きです。ちょっと時間がないので急ぎます。Twitter、ああ、大丈夫です。ツイッターの件ですけども、あ、違う、ツイッター行くのまだ、Facebook ちょっと簡潔にさせていただき、簡潔にしていきます。Facebook、で、最後、セールスの部分ですね。で、セールスが、要はメッセージ対応をして、カフェ会に誘導するっていうのが、セールスです。まあ、これで、集客教育、セールスっていう流れができる。これは、ツイッターも同じです。ツイッターもこう流れです。ツイッターもこれです、全部は。で、では実際に、1日どれぐらいアクセスできるのかっていうところで、Facebook はこれって言いました、人数に。で、この人たちを、要は、この人たちを教育して、セールスをかけるわけですね。なんで大体惜しいところまで行くのが、まあ、1人ぐらいですかね、1日、まあ、1人も行かない可能性もあるので、0から1。ありがとうございました。あ、ありがとうございました。また質問できます。まあ、0から1ぐらいで、その中で、まあ、来てくれる人ってなると、まあ、0から1なんで1日で
来てくれる人は計算できません。なので、1ヶ月単位で見たら、10の1なんで、これ100になれば10になる。で、これ、10×3 まあ、これ10だとして、1ヶ月で3 1ヶ月300ですよね、はい、30日なんで、アクセスできる人、メッセージ、教育できる人が、教育できる人が30日で300人です。要は1日あたり5人から10人で30人、はいはい、で300人に、まあ、教育ができるってことですね。メッセージになりたいまで進むってことです。でその中で、まあ、成約率なんで、まあ、500円のカフェ会、ちょっとまだねカフェ会の人でこれちゃんとやった人がなんかデータないんですけど、まあ、大体40-50はいくかなと思います。それ何の数字ですか？これは、高額商品の10倍くるんじゃないかっていう意味合いですね。例えば僕の計算上これぐらいにアクセスすると、30万の商品とか普通に2個ぐらい売れるんですよ。なんで約10倍くらいってことですね。あ、違うか、これやりすぎか。さっきこの数字が出たのツイッター回してたですもんね。そうだそうだ、300で、例えば2人くらいだとしたら、10人ぐらいはカフェ会であればできるんじゃないかなっていう、まあ、ちょっと今データがないんでざっくりになっちゃいますけども、まあ、大体20人ぐらいできると思います。あのカフェ会に呼ぶぐらいだったら、まあ、高額商品が1人2人売れるぐらいなんで20人ぐらいはいける。すみません、その高額商品は、顧客教育はあくまでネット上でとかメッセージ上でやった場合で2人とかっていう感じですか？それともまあアポ取って直接セール、直接、あ、なるほどですね。はい、うん、まあこんな感じです。で、ツイッターは逆にどれぐらいだったかというと、こっちに書きますけども、ツイッターだと、また別なんですね。違います。そもそもできる数が違いますから、ツイッターだとフォロー、これ1日ですね、これも、フォロー、ツイッターは常にフォローでいっぱいしてきます。でこれがだいたい1日400人できます。200円で、Facebook の場合は友達送信したり友達ボタンを押したりして帰ってきた人にやり取りするじゃないですか。で、Twitter も同じでフォローしたらフォロー返しっていうのが来ます。要は相手もフォローしてくれる、フォローし、こっちがこっちからフォローしてますから、なんかフォロー来たなみたいな感じで返してきます。返してきてくれた人に対してメッセージを送ってっていうような流れです。で、これが大体どれぐらい返ってくるかっていうと、400人に対して70人から120人ぐらい返ってきます、1日で。この人たちに対してメッセージを送る、70から120ぐらい返してきます。この人たちにメッセージを送ると
メッセージやり取りとかに至るのが、まあ、大体10から20ぐらい。これは1日の話です。これ1日ですね。で、まあ、月になると、ここが月に、これ月ですね。で、これが月になると 30×で、まあ、Facebook が多いので200同じだとしましょうか。じゃあ300人に共有ができます。 Twitter も今メッセージのやり取りまでできる人が300人くらい、まあ、Twitter 実際にもうちょっと多いと思います。まあでもこれちょっと今回はね、低いパターンでやってます。低いパターンで、これで同じぐらいだとしますよね。20人付きします。そしたら Facebook、Twitter で40人ぐらいは月に修復できるっていうイメージです。跳ね返りですね。で、これはまあもちろん変動しますので、これ結構低く見積もってるパターンなんで、まあ40人から60人ぐらい月500円のカフェ会だったら全然いくんじゃないかと僕は思っております。でも本当に行くと思います。立て替えてた余裕で。結構すごい、すごい人数ですね。はい、結構すごい人数です。で、さっきも言いましたけども、高額商品だと、これがまあ4人とかになります。要は。4人半端ないです。さっきも言いましたけども、実際にこれで僕の教えてる方々は30万の商品とか4人とか5人で売ってるんで、100万以上はいってます。それぐらいは全然いけるんで、まあ逆にカフェ会の500円だったらねっていう話です。で、高額商品とかは結構そのメッセージとかで、あ、タイムラインとかに載せるっても絶対来ないですけど、カフェ会に関しては多分タイムラインの募集となっても普通に来ると思うんで、これもっと増えると思ってます、僕は。そんな感じですね。 Twitter と Facebook なんで、 Twitter さっき投稿していただきましたね。 Facebook のコピーででやっていただくというようなイメージですね。20分までですか？もう少し大丈夫。20分までのがカフェ で、はい、あとはしましたそのぐらいの時間、はい、あ、わかりました。じゃあこれで、はい、今日はありがとうございました。はい、なんかまとめ、いつもなんか、あ、最後ちょっと質問とか。そうですね、結構時間かかると思うんですよ、フォローするのとか、はい、そうですね、私もやろうかなと思ったんですけど、ブログとかもですね、はい、前いいねとかをした方がいいですって話でやろうとしたんですけど、ある程度探してやろうとして後ろでやろうとするとものすごい時間かかってしまいまして、そのね、時間の話も本当はしたかったんですけども、はい、じゃあこれぐらいやるのに どれぐらいの時間がかかるかですよね。はい、で、前僕他のところでもこの話ずっとしてるんですけど、今計算式書く時間ないんで、やりますと、1時間15分でできます。合わせてですか？合わせて。合わせてですか？合わせて。すごい早い。合わせてできます。Twitter のフォロー100人とは結構大変そうじゃないですか。でも実際にタイムウォッチで測ってみると100人1分でいきます。えスマホでポポポポってやるだけですから。ああ、フォローとか選ばないということですか？どういう方かって。そうです、あ、後半の話ではちょっとやってなかったかもしれませんけども、誰かのいいねターゲット絞って、はい、その誰かにくっついてる人をやってるっていうことですから、ね、だから一覧で出るんですよ全部。ああ、そっか。孫正義さんにいいねしてる人をダーって。そう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 。なるほど。だどこにいるかだけさえ押さえとけば。だから誰のフォロワーをフォローするか。
誰の Facebook の友達を申請するかっていうのをそれで一人決めて、でも一覧からブワーってやっていく。なるほど。それでフォローが増え、Facebook、はい、自分のフォローが増えて、冒頭も言いましたけど自分のフォローも増えて、即教育をねメッセージ上でして、即キャッシュを生みながらフォロワーの数の母数と友達の母数も将来的にどんどん伸びていく。だってもう繋がってるわけですから。でしかも1回メッセージした中なので割と濃いめに繋がっていく、なので一石二鳥というか三鳥ぐらいで、あの高額商品じゃないからタイムラインに載せて拡散することもその後どんどんできていくんで、3つぐらい一気にできます。で普通の、他のノウハウとかだと、まあ、とりあえず友達申請だけワーってしていきましょうとか、とりあえず母数を増やしましょうっていうのを教える人はいっぱいいるんですけども、それだとキャッシュができないからやる気にならないですよね。果てしない道のりなんで、あの友達5000人とか、うん、よくね、50万円のコンサルト料金取ってとりあえず友達5000人にしてくださいとか言って終わりの人とかもいますけども、そういうのをやるともうできない、あのマインドがね、くじけるんで、で途中で挫折して終わりなんで、まあ、これが地味で大変ですけど、でも言ってもね、実際やってみると10時間15分ぐらいしかかからないです。で帰ってきたメッセージ対応 してのは省いてます、ね、うんうん、メッセージ対応とかは省きますけども、まあ、それでもうメッセージ対応は1時間もかからないと思います。なんで、まあ、1日1時間程度で、ね、この利益に込めるんだったらやるかなと。実際めっちゃめんどくさいですけど、やってる最中に、この、ね、これを思い描きながらやってるとなかなかくじけないかなと、うん、めんどくせえって思ってきたら、あでも60人ぐらい支給できるんだよなとか思いながらやると耐えれる、うん、範囲ではあると思います。あと今日メッセージとかでも結構やり取りしてると、繁殖もつかめてくるし、多分ね、1、2名はカフェ会ぐらいだったらすぐ修復できると思うんで、先に取れるより実感が分ければ、うん、やる気になると思いますんで、最初とりあえずカフェ会だったら3日4日1週間1週間これがっちりやれば絶対何人か取れるんで、1週間だけやるみたいな感じで最初ちょっと突っ走ってほしいですね。この400と40っていう感じですね、はい、実際今日はね、フォローしたりとかメッセージ送信したりとかねしてようと思ったんですけど、結局やっぱ時間なくてあれでしたので、この概要と、ただその Facebook、Twitter で、直接メッセージを送っている動画含まってるんで、それとかをまあ共有しても、そんな感じで、じゃあ、Twitter、Facebook、最後ちょっと急ぎになってしまいましたが、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。